多元王女は、アスカ時代の皇族。美達天皇の巫子で、母は、ス子天皇。女名天皇の日。同母の兄弟姉妹に都道海凧王女、武田巫子、小根殿王女、守る王女、終わり巫女、桜井弓春巫子らがいる。おいの女名天皇の日となり、子女は、不詳とされている。父、美達天皇が、美達天皇十四年八月十五日に崩御したことと、 同母妹に、桜井由美晴王女がいることから判断すると、遅くとも、美脱天皇十四年の生まれとなり、水子天皇元年生まれと言われる夫の女名、天皇より8歳以上年上となる。なおかつ、桜井由美晴王女は、多元王女の同母妹であるにもかかわらず、女名天皇の父、押坂の彦人大慶美彦の日となったと言われる。日本初期の女名記には、 女名天皇の皇妃紹介記事に載せられていないことや、美月、水古両天皇の御子である彼女よりも、天皇との決闘が遠いたから女王が、女名天皇の皇后とされている点から、女名天皇即位前に亡くなったと推測される。ただし、法女王が実際に、女名天皇の皇后であったのかを疑う説もあり、女名天皇の皇妃に関して、日本書紀の曲筆の可能性も、 完全には排除できない。川内翔介、古代政治史における天皇制の論理 P54 から60。ありがとうございます。